カテドラルパークウェイ -110 丁目駅は、ニューヨーク七下鉄、IRT ブロードウェイ -7 番外線の駅で、ある。マンハッタンのモーニングサイドハイツにある110丁目と、ブロードウェイの交差点に位置し、終日1系統が停車する。駅は1904年10月27日に、シティホール駅から145丁目駅間の開通の際に開業した。 1948年には重量編成の急行列車の運転開始に際して103丁目駅1 3 8丁目駅間の各駅のホーム有効長を6両から10両へと延長する工事が開始された。1948年4月6日には当駅を含む103丁目駅、ダイクマンストリート駅間の各駅のホーム延長工事が終了した。ただし、 125丁目駅のみ1948年6月11日に遅れて工事が終了した。交差点北西の南行ホームへの階段駅は2面3線で、両側に相対式ホーム2面と南北観光線2線、そして使用されていない南北急行線が中央にある。南交換光線は BB1、北交換光線は BB4 と、車内では故障されており、 これらの BB 故障は IRT ブロードウェイ -7 番外線の96丁目駅から242丁目駅間で連鎖的に使用されている。また、中央の急行線は M と故障されている。なお、この故障は旅客案内では一切使用されていない。この BB 連鎖によると当駅は96丁目駅から0.96マイルである。また、当駅は セントジョンザ・リバイン大聖堂に最も近い駅である。南北両ホームには別々の改札口があり、校内踏切や連絡通路などがなく、改札内での南北ホームの行き来は不可能である。南広ホームへの唯一の入り口は西110丁目とブロードウェイの交差点北西にあり、北広ホームへの入り口は同交差点北東と南東の2カ所にある。また、 南広報無償には新聞や雑誌類の売店がある。ありがとうございます。